エリオット・バックマスターは、アメリカ海軍の軍人、最終階級は中将。キャリア中途で航空畑に転身した海軍士官の一人であり、太平洋戦争では、空母、ヨークタウン艦長として、産後海海戦やミッドウェイ海戦などを戦う。しかし、航空歴の短いものを嫌う部下の、古参航空士官との圧力により、部下に、式ぶりを批判されるという事態が発生した。 ミッドウェイ海戦でヨークタウンを失った後は、訓練などの広報支援任務に回って、海軍パイロットの大量育成に尽力し、戦争の勝利に影から貢献する形となった。エリオット・バックマスターは1889年10月19日、ブルックリンで、父オーガスタス・ハッパー・バックマスターと、母ヘレン・ガードナー・エリオット・マスターズとの間に生まれる。12歳の時に、 一家はバージニア州シャーロッツビルに引っ越す。1908年にバージニア州の推薦を受けてアナポリスに入学し、1912年に卒業。卒業年時からアナポリス1912年組と呼称された、この世代の同期には潜水艦部隊を率いたチャールズ・ A ・ロックウッド、海軍作戦部長になったルイス・デンフェルド、太平洋艦隊参謀長を務めた。 ソック、チャールズ・マクモリス、ソロモン諸島の戦いでの水上戦闘で活躍した、アーロン・エス・メリルや、カールトン・エイチ・ライト、空母任務軍を率いたアルフレッド・イーモント・ゴメリーやデ、デウィット・シー・ラムゼーラを輩出した。アナポリス卒業後、バックマスターは、主幹候補生として、戦艦、ニュージャージー配属となり、1914年のベラクルス戦役に参加。 バックマスターは負傷者の救助を担当し、この功績でネイビーマリーンコープスメダルを授与された。中佐に昇進後の1934年、バックマスターは新鋭駆逐艦、ファラガットの初代艦長を務める。その後は航空へ転覆し、フロリダ州ペンサコーラの海軍飛行学校に入学。47歳児の1936年にパイロット免許を取得した。 航空畑の人となったバックマスターは空母、歴ントンに配属されて副長を務める。1939年に大佐に昇進後は、新珠湾内、フォード島にある航空基地の司令となった。1941年2月5日、バックマスターはヨークタウン館長となり、以後1年4ヶ月にわたってヨークタウンに身を置くこととなる。しかし、 バックマスターが艦長を務めることに対して、不服のある人物がいた。3ヶ月後の5月に副長として、ヨークタウンに赴任してきたジョゼフ・ジェクラークである。1925年3月に、パイロット免許を取得したクラークをはじめとする、古くからのパイロット及び、パイロット出身の士官は、ペンサコーラの飛行学校で航空を少々かじった、程度の士官を、キーウィなどと呼んで見下す傾向があった。 航空出身者は、ジョン・ヘンリー・タワーズのような喫水のパイロットの純血子こそが、航空に関わる全ての事案を指揮すべきだとも考えていた。バックマスターもまた、キーウィの一人であり、バックマスターと本来艦長を補佐すべき副長のクラークとの間は、とにかくそりが合わなかった。そして、このまま1941年12月の太平洋戦争の開戦を迎える。 海戦後、バックマスターの指揮する、ヨークタウンは1942年2月のマーシャル・ギルバート諸島機動空襲、3月10日のライサラモアへの空襲、5月8日のサン海海戦および6月のミッドウェイ海戦と、各地で日本海軍との対峙を続けた。ヨークタウンには、第17任務部隊司令官フランク・ J ・フレッチャー、少将が座城し、フレッチャーは空襲計画を、 バックマスターに示した上で、クラーク以下の部下にも回していたが、フレッチャーもまた、キーウィの一人であったがために、クラークの目の敵にされた。フレッチャーとバックマスター、二人のキーウィに、指揮されるのが気に食わなかったクラークは、フレッチャーとバックマスターの指揮ぶりが、消極的だとする批判を、マスコミや海軍作戦部長、県合衆国艦隊司令長官、 アーネスト・キング対象相手に繰り広げることとなった。ヨークタウンは、ミッドウェー海戦で、ナグモ艦隊の空母、飛竜から飛来した、友長上司隊員の攻撃隊によって、航行不能に陥り、やがて以後第168潜水艦からの来撃によって、ついに沈没することとなる。フレッチャー、バックマスターら、キーウィとクラーク以下の古参の航空畑出身者との、 圧力と沈没との因果関係は不明であるが、一つ明らかなのは、バックマスターにとって、ミッドウェー海戦が最後の表舞台だったことである。海戦から帰還した後、バックマスターは少々に昇進し、新設された海軍航空初期家庭部隊の初代指令となる。部隊本部は、カンザス州カンザスシティのフェアファックス基地にある海軍航空訓練所に置かれ、 ヨークタウンでクラークと共に副長を務めていた、ディキシー・キーファーが、ヨークタウン時代と同様にバックマスターを支えた。バックマスターの指揮下、部隊からは、海軍初となる世紀の飛行訓練マニュアルを2時に渡って発行し、マニュアルは1942年から1944年にかけて、ジョージ・ディ・マレー少将率いるペンサコーラの飛行学校などにおいて、 海軍パイロットの急速育成のために活用されることとなった。戦争終結後、バックマスターは1946年に中将に名誉昇進した後退役し、1976年10月10日にカリフォルニア州コロナドで亡くなった86歳ボーバックマスターはベラクルス戦役でのネイビーマリーンコープスメダルのほか、 三五海海戦とミッドウェイ海戦の選考により、海軍主勲賞を授与されている。海軍兵学校の卒業年次に換算すると、山口多門、宇垣きまとい、福留茂、大西多喜次郎らを排出した40機に相当する。キング、ウィリアム・ハルゼー、リッチモンド・ケイ・ターナーなど、ありがとうございます。